勝田大社。国家の重大事、天変地異の時などに、朝廷から特別の砲兵を受けた22社の一つになります。風の神、風神として古から信仰を集めています。御祭神は雨の御柱の御事と国の御柱の御事の二柱です。社殿や祝詞によると、雨の御柱の御事は、男神の四夏彦の神であり、国の御柱の御事は、女神の四夏姫の神とされています。神明の死は、呼吸や息であり、なは長いという意味です。風は、稲作に欠かせないものであり、神様の息から起きると考えられていました。天地宇宙の万物生成の中心となる木を守護する幅広い力のある神様になります。白龍神社は、龍田大明神に仕える神結びの神、受難災難除けの神として、女性の信仰が特に厚いです。
田恵比寿神社は商売繁盛、福徳開運、家庭円満の守護神、竜田恵比寿さんとしてお祭りされています。三室稲荷神社は商売繁盛の神として商売を営む人々の信仰が厚いです。下照神社では、下照姫の御事ではなく、大国主の狼と祖神霊をお祭りしています。神ながらとは、神代から伝わる神様の御心のままにという意味だそうです。神奈美神社。神奈美とは神様が住む森の意味です。神奈美を詠んだ万葉歌が数種あります。